あの、ちょっと、分かって言ってますどうも、非イズル国 TV のお時間です。やはりお隣からは聞く耳を疑う話が止まりません。今回はまるで自らをブルジュ・ハリファのてっぺんまで棚上げして、知的財産権の侵害を訴えている内容を、ワウコリアの記事からご覧くださいませ。 外交通商部外交部の在外交館の消極的な保護対策により、韓国企業の海外での知的財産権が侵害された事例が急増していることが分かった。14日、国会外交統一委員会所属のキム・ギヒョン、国民の力議員が外交部に提出した資料によると、韓国企業が海外で知的財産権を侵害された事例は、 この4年間で237,772件と集計された。これを年度別に見ると、2017年に21,279件、2018年に23,520件、2019年に22,991件となっている。昨年は、169,982件と、前年比約8倍まで増加したことが分かった。 また、侵害された類型では、全23万7772件の被害事例のうち、オンライン偽造商品の流通が、22万8858件で、全体の約96%を占めていることがわかり、その他は、商標無断占有が、8914件で4%程度を占めた。国別の侵害現況は、 23万7772件の被害事例のうち約38.7%に当たる9万2129件を中国が占め次いでタイが783件ベトナムが545件の順だったこれに対しキム議員は最近中国をはじめ東南アジアなどでは SNS などを通じて韓国企業の デザインや技術をコピーした偽造商品の流通が急増しているとし、韓国企業の海外知的財産権が無差別に侵害されているにもかかわらず、外交部在外交換の対応はとても消極的だと指摘した。との内容です。やはりさすが大人の言い分は違いますよね。まるで並んで待ってる列に割り込みながら、 順番を守れっって言って言るみたいですね最後の方のコメントには「最近中国をはじめ東南アジアなどでは SNS などを通じて韓国企業のデザインや技術をコピーした偽造商品の流通が急増している」「いや本当にすごい」「もうすごい」という言葉しか出てこんくなるわ何がすごいって自分たちのしてることは何も悪びれずこれを真面目に言えてるのがすごいですよね」 外交通商部が知的財産権の保護に消極的というのももしほんの耳クソほどの自覚があればそりゃ積極的になれませんよねだって自らやってることですからこの記事にあった納得の反応もいくつか紹介いたします国内で知的財産権を侵害している件数は被害額より加害額の方が大きいでしょ 自国がお得意にしていた分野です。それには、目をつむり、被害者意識だけは発揮する国民性です。世界7カ国から、訴えられて著作権料未払い問題を先に解決したらいかがでしょうか。日本からの提訴案件は公表しないのか。権利侵害事実で、最も利益計上しているのは、日本からの盗用技術。日本は本気で訴えていない。 ほぼ日本から盗んだ知的財産権、技術で売り上げ、利益を上げている。それでも日本を非難する。日本が本気を出せば、衣食住の身ぐるみを剥がせる。雨風をしのげず、身にまとう服もなく、食べる食料もない。裸で生活することになることに、認識はないことだろう。ただし、日本が本気になればである。 日本ははそこまでで意地悪ではない。自分が他人の権利を拝借するのは素晴らしいことでそれを自分のものと主張するうちにいつの間にか自分の創造物になりそれを取られることが被害になるんですね。自分がこれまでやってきたことを置いておいて主張が大げさすぎ財産権の被害を上回る公共性があれば侵害にはならないんじゃないでしたっけ もともと中華圏は知的財産権の認識が希薄でお互い様じゃないのあまり騒ぐとブーメランのように我が身に返ってくると思うのだが。これらの反応以外にもどのコメント見てもほとんど同じような意見でしたね。だいぶ前に見た韓国男子 TV という YouTube チャンネルでも日本製のお菓子を多数お隣が模倣していた件で、そのアップ主さんが 直接会社に問い合わせすると電話対応した担当者が「日本の製品をヒントに我が社独自で開発したものです」みたいに言ってたのを鮮明に覚えていますがそれこそがパクリですよねおそらくその動画を見られた方も多いと思いますが念のために動画説明欄にリンクも載せておきますのでよかったら見てくださいねさてそういえばお隣でも大きな反響となった「鬼滅の刃」 お隣で公開するにあたって、炭治郎の耳飾りにある曲字付きデザインにまで難癖つけて、結果的にそのデザインを変更してまで公開してましたよね。さらには、オーストラリアで公開している鬼滅の刃に対しても、修正しろと言ってるようですが、これも知的財産権の侵害に当てはまるんじゃないですかね。まあ、専門家じゃないんで詳しくはわかりませんが、結局、お隣で公開するときに譲歩した結果、 再びこういう問題が起こっているというのを耳飾剤の修正に OK を出した責任者はよくよく考えてほしいものです。この件のネット上の反応でも特に共感したのは確かにアホらしい話ではあるが一人のサッカー選手が苦し紛れの言い訳に使った嘘がたった数年で国内では歴史的事実になってさらにそれを世界にまで広めようとしていることが問題。ほんとドストライクなコメント。 今までのありとあらゆる事例を見てきてもやっぱ非計算原則が推奨されるわけがわかりますよね。もういいんじゃないですかね。以上耳飾りデザインの変更。今からでもいいので元に戻してください。